映画を見に行こうと思い立ったとき、動画配信サービスで作品を鑑賞しようとしたとき、何を見れば良いのかわからなかったり、選択肢が多すぎて迷ってしまうことは誰にでもあるはずです。映画 .com で展開する新企画、あの人が見た名作、傑作は、そんな皆さんの映画選びの一助として映画業界、ドラマ業界で活躍する著名人がおすすめする名作、傑作をご紹介するものです。 第13回は、アキラとアキラに主演する竹内龍馬さんと横浜流星さんです。紹介してくれた人、竹内龍馬。1993年生まれ、東京都出身。2014年にテレビ朝日、仮面ライダードライブに主演し、ブレイクを果たす、青空エール16、天一の国17、先生君主18、 太陽は動かない21配信中の秘密と世界が終わる日に21などに出演池井戸潤作品に出演するのはドラマ下町ロケット陸王に続き3作目となる現在は主演ドラマ六本木クラスが放送中紹介してくれた人横浜流星1996年神奈川県出身 2019年にドラマ、初めて恋をした日に読む話、では第2。映画、君の瞳が問いかけている、20、あなたの番です劇場版、21、不足い、流浪の月、共に22、ドラマ、新聞記者、DCU、共に22、などに出演。今後は、1000話、僕を描く、ヴィレッジ、という2本の主演映画が待機している。 黒丸ザギルティギルティ、圧巻の91分、竹内さんにとって、生涯のベスト映画、もしくは最近見てぐっときた映画を教えてください。竹内、僕は比較的、新しいものが好きなんです。ネットフリックスで見た、ザギルティギルティ、という作品が、最高でした。 ジェイク・ギレン・ホールが主演なのですが、コールオペレーターの話なので、画面に映り込むのは基本的にオペレータールームだけなんです。電話から聞こえる声と音だけで誘拐事件を解決していくという設定で、警察に連絡するシーンでは、どの部分がセリフでどこがアドリブなのかがわからないくらい会話がナチュラルなんです。本当にオペレータールームの一日を覗き見しているような感覚になりました。 あるまた、91分という尺の中で事件を解決する話とは別軸で、主人公上の背負ってきた人生も垣間見られる。それが圧巻でした。90分前後の尺だと、テンポが速すぎたり展開が駆け足になることもありますが、芝居の力と取り方に魅せられて、すごく濃厚でおすすめの作品です。<music>